皆さん、こんにちは。こんにちは。健康と美容を届けするオフィスまゆみです。イエーイ。はい、ということで今日は、28日、はいはい、もう仕事納めの方もいらっしゃると思いますが、もうオフィスまゆみ最後にこれだけは伝えたいっていう話がありますので、はい、皆さん真剣に最後まで聞いてください、はい、まあ決して真面目な話ではないんですが真剣に聞いてほしいです、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、そうなんです、どうしても伝えたい話がありまして、うん、なんとオフィスの、はい、2024年も頑張りますよ。はよゆえって感じですけど、はい、2023年オフィスまゆみから、めちゃくちゃ出たよっていう商品を4種類ご紹介したいと思います。はい、まあ結構皆さん好きなものを自分で選んで買ってくれてはるんですけど、うん、まあそんな中でもみんな何を飲んでるんや、みんな何を使ってるんやっていう質問が結構あったりするので、でそれをね参考に買ってくれてる人もいたりするので、はい、あの 4種類、はい、オフィス4人いるので、はいはい、4種類ご紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ最初は、はい、誰からいきましょうか。私からいきましょうか。はい、まずこちら、はい、じゃーん、おいしい水晶エキス水流。はい、まあ、これはもうどこ行っても飲みやすかったり、どんな人でも取りやすかったりするのと、やっぱお水に混ぜてその水飲むだけっていう、味も水の味変わんなかったり美味しくなるのでね、なんでこれは男性女性問わず人気ですね。はい、めちゃくちゃよく出ております。ぜひ飲んだことない人は飲んでみてください。はい、はい、一つ、まゆみ社長もね、はい、あの無人島に持っていくならこれって言ってましたね。言ってました、言ってました。だって水絶対、ね、お茶か水かは飲むし、ジュース飲むんやったらこの水流も飲んでほしいなって思いますね。はいはい、はい、こんな感じでいきたいと思います。はいはい、時間なくなったらあれなんで、はい、はい、じゃあ2つ目、はいはい、私行きましょうか。はい、はい、じゃあ2つ目はどこ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 、じゃあビヨンカツ、イエーイ、大好き大好き。なんですけど、はい、あの飲みやすくてすごい人気だったな、うん、これ1年通してやっぱ人気だったなと思うのが、うねうん、春先は結構花粉症の方とか鼻炎の方がすごいこれ好きとか喜んで飲んでる感じがすごいして、うんはい、で夏は、うん、あのクーラーとかで冷えちゃうわっていう方にすごい人気だったりとか、はいはい、で冬は冬でやっぱ寒い方とかね、まあ、体冷えちゃう方とかにも、はいはい、すごい人気だったなっていう印象があっても、ね、1年通して売れたなっていう、うん、はい、本当に、はい、商品です。はい、私も1年中飲んでおりました。はい、はい、すごい1年中本当に大人気でした、うん、大人気、はい、ビヨンカツ、ビヨンカツ、イエーイ、はい、はいはい、では3つ目、はい、はい、では私いきますね。はい、はい、どうぞ。腸内環境を整えるっていうことで、はい、これもう絶対大切、はいはいはい、もう食物繊維が豊富なんで、うんはい、やっぱり腸 の、うん、あのお掃除をしてくれるっていうのもあるし、うんはい、やっぱり食物繊維がね、はい、今まで私たちってなかなか食べる、うんなかなかね、ないですもんね、うん、こんだけたくさんね、ここに入ってるぐらい食べるってことはないので、うんはい、発酵汁で1日3本飲んだら、1日もね、食物繊維が取れたりするので、すごいよね、なかなかね、そんな葉っぱばかり食べれないし、本当に毎食食べないといけなくなるじゃないですか、なかなか難しい。そうで青汁ってね、やっぱ飲んでる方多いから、多い人気でしたね。はい、はい、だったらうちのね、ジョーカーを試していただきたいですけど、はい、一度、はいうん、ということで、ジョーカー青汁、はい、はい、では4つ目、はい、どこ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 、ダウン、はい、4つ目は、
サプリ今まで続きましたが、こちらは化粧品です。はい、ひとりさん化粧水と、はい、第2期第2期ですね、はい、すっぴん美容液とすっぴんジェルクリームです。はい、第2期でしたね、はい、これもでした、はいはい、でこちらのひとりさん化粧水は、うん、なんといっても、うん、プチプラ1650円です。問題ですもん、はい、すごい、はい、でも中身はすごいですよ、それ以上の価値があると言われてて、うん、これ本当にあの金額別で売り上げ見ても1位、はい、そうですね、だって1人3本くらい3本くらい、ね、買う人いるもんね、うん、2、3本買ってもいい、4000何円とかで、うん、そう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 、うん、たくさん使えるから保湿が、はい、本当にできて喜ばれています。はい、はい、はい、でこちらは、はい、このセットはですね、急上昇ですね、急上昇、はい、上昇中、ご存知の方も多いと思いますが、はい、あのオフィスマヤミの顔上げ部で、はいはい、注目されたんですね、はい、でこれもその次でなんと1ヶ月で 100, 個、うん、100セットぐらい、すごいですね、皆さんありがとうございます。で1回使ったら分かるっていう感じで、うん、リピーターさんも出てきてます。多い多い多い、塗ったらすぐ上がるっていう、他の動画よかったら見てみてください。はい、はい、顔上げ選手権もやっておりますのでね、はい、はい、1月でやっておりますよ、はい、このセットでした、はい、はい、ということで、はいはい、皆さん、まあ、どれかもしかしたら見てる人は飲んでくれてるんじゃないかなって思ったり、うんうん、どれも使ったことなかったっていう人は一回なんかあの化粧水だけでも、うん、もう使い心地最高なんで、うんうん、ぜひぜひ何か、はい、あとなんかプレゼントとかにする人もいたりとか、うんうん、なんかこの間そういえばお客さんでこのセットを自分で買ってよかったから、はい、うん、友達にプレゼントしちゃおうっていうすごいセレブの方がいらっしゃいましたので、なんかプレゼントなんかにも喜ばれてるんだなと、はい、思いました。はい、なので皆さんぜひですね、これからまた2024年新しい年始まりますし、あと年末年始になると私もそうですけど、なんか風邪ひきやすかったり、ね、体調壊しやすかったりしちゃいますので、ぜひ皆さん、あ、忘れたってね、あの思わないようにしっかり毎日飲んでほしいと思います。はい、大丈夫ですか？はい、あやちゃんの噂を誰かは誰かが噂です。はい、ということで、はい、はい、皆さん、28日最後ですか、うん、はい、はい、いかがでしたでしょうか、オフィスマユのチャンネル。この動画がとチャンネルがいいなと思ったら、いいねボタンと皆さん、はい、チャンネル登録、はい、忘れなくよろしくお願いします。はい、はいはい、そして明日からも、はい、やってますね。はい、はい、明日からもやってます。はい、はい、ただあのオフィス自体は明日からですね、はい、29日から1月3日まではお休みをいただきます。はい、はい、そして4日、1月4日はですね、ちょっと2時半から、5時半ぐらいまでの短縮営業になりまして、はい、1月5日からが通常営業、10時から18時の通常営業になりますので、はい、皆さん来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご注文はいつでも24時間365日受け付けております、はい、受け付けておりま す, りま す, ります。ありがとうございました。良いお年を。皆さん、今日の動画いかがでしたか？ここからは大西真由美の大開運シールについてのお知らせをさせていただきます。はい、商品をね、毎月買ってくださる皆様に、オフィス真由美からこちらのひとりさん直筆大開運シールというのをプレゼントしております。今月のシールはこちらの3枚となります。見えるでしょうか？こちらの3枚をプレゼントしております。人生って楽しいことばかりじゃないけれど、苦しいこと、辛いこと、乗り越えた時、ほっとした時にいつも心に浮かぶのは、お母さん私を産んでくれてありがとうっていうね、言葉ですっていうね、このシール。はい、そして自分に足りないものを褒める努力っていうことでね、こちらのシール。そして頭がどんどん良くなる、自分が大好きというね、こちらのシールです。こちらの3枚を皆様にプレゼントしておりますので、ぜひぜひ、皆さんゲットしてくださいという大開運シールがもらえるよというお知らせをさせていただきました。大開運にちなんで
大西真由美から皆様に、大開運のうちでの小包をさせていただきます。この動画を最後まで見てくださった皆様なら大丈夫。せーの、なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる。はい、これで2024年あなたの運勢は間違いなく良くなります。ということで、今日は最後まで見ていただきありがとうございました。